坂谷喜一5月15日から1957年11月6日は日本の家族、政治家、貴族院私者区議員、満州国総務長次長。父親は元大蔵大臣で私者区の坂谷義夫。大蔵官僚、坂谷義夫の長男として生まれる。第二高等学校を経て東京帝国大学法科大学政治科に入学。 在学中に高等文化の試験に合格し、1914年に卒業した。卒業後は日本銀行に勤務し、本店、名古屋支店を経て、1920年からはロンドン支店に赴任した。1924年に地銀を退職し、関東庁に転じ事務官、財務部財務課長として、旅順に赴任。1929年に、 宅務省勤務となり帰国。宅務書機関、資源局事務官、宅務大臣秘書官、宅務省職産局長を心得、南満州鉄道管理官、東洋宅職管理官を歴任した。退官後は昭和7年に満州国財務部に招かれ、総務長次長を務めた。1935年に退任した後は、満州国共和会次長、満州中央銀行幹事に就任し、 翌年には、南満州鉄道株式会社理事となった。1939年からは中国、連合準備銀行顧問を務めた。1943年1月、貴族院議員に選出され、1946年4月24日に、辞職した。木材門、史郎兵衛、史郎兵衛自兵、佐樹兵仁兵、仁兵宗房358両なり祖三郎。 れいのすけ、つぐお、もとたつぞお、よしおきいちまさこ、じさく、としこあきこ、かずこかおるじかそし、しゅんさく、みちこえいこ、やえこ、じゅんこたみこ、えこ、はるこあやこなおき、ふさこ、ひでなおゆり、ありがとうございます。